チャプリナは、ボスニア・ヘルツェゴビナ南部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体である。同国のうち、クロアチア人やボッシュニャク人を主体とする、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦に属しており、ヘルツェゴビナ・ネレトバ県に含まれる。クロアチアとの国境に面しており、アドリア海まで 20km に位置している。 ネレ,レトバが我が地域を横切って流れ、クロアチア国境を越えると間もなく、プロチェフ近でアドリア海へと注ぎ込む。街の象徴となっているのは、トミスラブ王の像である。カトリック教会の圧死時のフランチェスコ聖堂も町の象徴的な建造物である。自治体の紋章は、クロアチアの市松模様、市内の歴史的集落ポチテリ。 アッシジのフランチェスコで構成されている。市内は、考古学的遺産と、手付け風の原生林に富んでおり、農業観光などの開発が進められている。また、ヨーロッパ切手の野鳥の多様性に富むフトボブラと、自然公園も市内に含まれる。国境を挟んで、クロアチア側に位置するメトコビチからもほど近く、両都市の経済的結びつきは強い。 チャプリナの古い歴史についてはそれほど知られていないが、ローマ人によって、紀元前5世紀に町が築かれたことがわかっている。しかし、古代ギリシアやローマの地図によると、この地域には土着のイリュリア人が居住していたことが記されており、中でもアージア族はこの地に住んでギリシア人と交易をしていたが、ローマに征服された。町の名前、チャプリナは、 南スラブ語で詐欺を意味するキャプリアに由来している。この地域にかつて居住していたイリュリア人の部族の名前アージアはラテン語で詐欺を意味するアルデアに由来していると考えられる。第二次世界大戦ではウスタシャがこの周辺で極めて非道な蛮行を繰り広げた。ウスタシャの蛮行を祝福するナチストの歌曲。 ヤセノバツイグラディッシュカスタラでは、チャプリナに、土殺場があり、ネレトバ川が、セルビア人を流し去るという歌詞が含まれており、対戦中に行われた、セルビア人に対する残虐な虐殺行為が、歌われている。プレビロブチ虐殺は、市内のプレビロブチという、セルビア人の多く住む、小集落で起こった事件であり、集落の住民600人を含む4000人が穴に、 埋められ、殺害された。第二次世界大戦以降、この地は、ボスニア・ヘルツェゴビナの海への出口、プロチェとを結ぶ中継点となった。1992年から1995年までの、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争では、チャプリナは、クロアチア防衛協議会の支配下となり、非クロアチア人の住民は強制退去させられ、ガベラ収容所に収容された。 2007年夏には山火事によって市内の山村地域で広範な被害が出た。絶対多数クロアチア人ムスリム人セルビア人、比較多数クロアチア人ムスリム人セルビア人母主役、人は1990年代初期の民族浄化によって追放され、現在の多数派を占めるのはクロアチア人であると考えられている。1991年以降、 国勢調査が行われていないので、正確な人口構成は不明である。住宅地の風景チャプリナ地域には、多くのクロアチア系の文化クラブがある。以下は、その一部である。ありがとうございます。